今回ご紹介するのはデジタルマルチメーター。早い話がテスターですね。私いろんなものを作るんですけども、今ですね、テスター、普通のテスターを使ってます。Amazon でですね、安い、またこれまた数量限定セールなんですけども、安い、デジタルメーターが売ってたんで買ってみました。箱から出すとですね、ユーザーズマニュアルですね。まあ早い話が取扱い説明書です。開けてみるとですね、日本語もあります。で出てきたのがですね、本体ですね。本体とこれは線ですね、いろんなものを調べる、線です。それと電池です。テスターにはですね、電池が必要なんですよ。通常はですね、電圧とか電流とかですね、調べるのは当然流れてる電、電流とかですね、かかってる電圧とかっていうのはあるわけですから、電池は必要ないんですけども、なんでその電池が必要なのかっていうのはですね、導通を測ったりですね、ちゃんとつながってるかとか、抵抗の値を測ったりとかですね、そういう時に電池がないと測れないんですよね。だからそのために電池もついてます。これはどうやって入れるんだ。普段はですね、普段私が使ってるテスターはこういうやつですね、アナログ式のテスターを使ってます。でね、年を取るとですね、アナログのメモリ分かりますかね、このメモリがですね非常に見づらいんです。で今回ですね、安かったので買ってみました。で裏がこういう感じですね。表がこういう感じで裏がこういう感じですね。でここにネジがありますので、取ると電池ボックスが出てきます。でこれにこの付属で入ってた電池をはめます。でネジを締めて終わりですね。これでもう使える状態になります。今線をつないでみました。で、測るものというとですね、何もないので、今測るのがありませんので、まあ、抵抗を測るですね感じで直接つないでみます。今線を直結しました。000
ということは今もうそのままショートさせましたので、抵抗がありませんよということですね。ただの導通がありますということですね。これを 1.582V ですね。何を測ったというかっていうとですね、これにも電池が入ってます。この電池のですね、今電圧を測ってみました。ちゃんと表示しますね。今回はですね、年を取るとテスターのですねメモリが見づらくなったので、今回デジタルテスターがですね安くて売ってました。Amazon で1600円で、タイムセールで数量限定ですけども売ってたんで買ってみました。以上ありがとうございました。